ース下関第4レース一般競争開始です。対戦メンバー1号艇栗山茂弘、2号艇渡辺雄一郎、3号艇大町俊勝、4号艇飯山幸三、5号艇足立勇樹、6号艇青木源太、以上6名です。本番も動きなく 1,2,3,4,5,6 枠なりとなりそうです。1コース1号艇栗山茂弘、1回走りのイン線。さあメンバー的にここはなかなか強力というところもありますが、枠番生かして逃げに持ち込みたいのは栗山です。そして2コースが人気の軸、2号艇渡辺雄一郎、さあさばいて勝利なるか。3コース3号艇大町俊勝、1回走り。4号艇飯山幸三、4コース角です。5コース5号艇足立勇樹に、大外6コース6号艇青木源太、A1 レーサーが外枠2人控えてという形になります。3対3枠なり、栗山大町1回走り、残り4人は後半準優勝戦も控えています。第4レース一般競争スリット付近、今も緩やか向かい風、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。とスタートは判定中です。スタートは判定中でどうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。この第4レースは2号艇、3号艇、4号艇、5号艇、6号艇、5艇がフライングのためレース中止となります。このカードは2号艇、3号艇、4号艇、5号艇、6号艇と5艇がフライングのためレース中止となりますのでご注意ください。5艇がフライングです。2号艇、3号艇、4号艇、5号艇、6号艇の5艇がフライング変換欠場、レースは中止となりますのでご注意ください。改めてファンの皆様にお知らせいたします。2号艇、3号艇、4号艇、5号艇、6号艇フライングとなりまして、この第4レースはレース不成立中止となりますのでご注意ください。